日本シリーズ愚策だよな。カウント3、2から申告敬遠。満塁策は別にええと思うけど、中野さん、2のカウントならあと1球ボール投げるだけで飛球にできるわけだから、あそこはストライクゾーンにはもちろん入れないで、ボールになる釣り玉投げて三振を狙うのが最善。アウト取れるかもしれないチャンスを自ら逃しただけや、釣られなかったらそれだけの話で結果は申告敬遠と変わらんのに。そんな球投げられるならそらそうよ。そんなこと打者も分かってるし、ギリのとこ投げられる状態じゃないからこんな議論が起きてるんだろ。その前に2回暴投しとるやん。叩きつけたら近本やし余裕で帰ってくるで。心いいとこ打たれたら終わりやん。はゲスパック登板させた時点で阪神の勝ちは決まってたぞ。問題はバッテリーミスが続いてるのに続投のことやろ。昨日勝てば優勝なら速攻対して太郎が負けてもたいやし。ルーキーにビビってるよ若干は。そんな細かいところよりはゲスパック防御率 5.77 が日本シリーズで投げているのがおかしくないか。はゲスパック46回27四球ボールどこ行くかわからんね。見る野球の阪神と相性最悪やね。ノリの悪いところが全て出てたな。大山勝負なの意味不明。中野、森下でホームゲッツー狙った方がマシ。三塁に近本をいた時点で積んでたやろあるとしたら、延長を捨てて平野にかけるぐらいだ。近本が三塁の時点で作戦が限られるんだよな。1試合単位で見たら悪い采配やとは思わんけど、シリーズ単位で見たら最悪かもの。今日以降大山打ちそうやわ。正直バッテリー変えるべきやったけど、残り投手の差考えたら延長で競り負けてた野郎からな。もうあの時点で積んでたんや。パスボールや打たれる可能性については申告敬遠したとこで一緒やろ。監督の心の隅っこに、ここで負けても京セラで胴上げ確実になるからそれもいいかなというのがあったんちゃうかな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。